世間ではゴールデンウィークが始まっているが、私刑事チャンネルにもゴールデンウィークがやってきた。いやー、これね、私のゴールデンウィークなんですけどね、今年はね、なんと、まあ、2連休ですね。破格ですよ。週休2日だから普通じゃねえ。いや、違う、2連休はもうね、私にとっては破格ですね、これで。いや、これはね、テンション上がるよ、このゴールデンウィークは。ね、この2日間大事にしていこう。なので、まあ、もう楽しい時間すごい過ごしたいなと思ってます。まずはやっぱりその、私最近ハマってる、あの、劇団を覗きに行きます。劇団、ゴールデンウィークセールやってると思う。劇団不安座っていうね、やってるでしょ、絶対。ゴールデンウィークだし買うか、これ。ほら、いちかちゃんとか安くなってる、安くなってる。あれ、ほら、わおああ。寝てた。何これ。わお！嫁の怒りを鎮めるため、札幌ドームで行われていたモノビレッジに行くことになりました。ハンドメイドで作られたものが、なんかね、ここにいっぱい集結しているイベントがありまして、なんか毎年結構やっておりまして、何年か前にも一度行ったことがあって、その時の戦利品がこちらなんですよね。そう、すごい可愛いものが売ってたりするんですよ。入場料かかったんだけど、見て回るだけでも楽しかったです。いや、というわけで、あの戦利品これなんですけど何かって、いや、もうこれ見て、これ袋がもうすでに袋が可愛いんだけど、ちょっとね、これ開けて何をゲットしてきたのかをお見せします。キーホルダーです。これめっちゃくちゃ可愛い。うちの子にすごい似てたので、もうすぐ買いました。これも可愛い。イラストレーターの方がすごいな、こんな可愛いの描けちゃうなんて。ここ最近で購入したどんなものよりも気に入ってます。車の鍵につけようかな、車の鍵。いやー、楽しかったわ楽しかった。なんかそんなにすっごい人で混むようなイベントでもないからね。まあある程度ね、そののんびり見れた。まあ、すぐ帰ってきたけどね、すぐね。で、お昼ご飯。はい。これね、セイコーマートっていう北海道の有力なコンビニがある。そこのハンバーガーとチキンナゲット、これがうまいんだな。これが合わせて500円もしない。このハンバーガーが一番うまい。出発。一番うまいよ、ナゲット。うん、うまい。このナゲットが、このナゲットは一番じゃない、ごめん。ナゲットは一番にはなりえないな。ナゲットはね、冷凍のこのナゲットが一番うまい。これね、これ一番うまい。マウントレーニア、これが一番うまい。いやー、このさ、クローゼットの中がさ、すっごいさ、ちょめちゃくちゃ散らかってて、散らかってるっていうか、なんかその着なくなった服とかも山ほど入っててさ、ちょっと整理しようか、断捨離。なんならもうこっちのさ、そう、棚とかあるんだけど、この棚もね、配信とかで結構映るので、もうちょっと整理したいなって思ってるんです。そういうのとかも今日やっちゃうか、せっかく休みだから。これはとりあえず取っておくか。とりあえず取っとくハム太郎言っちゃった。このユニクロのデニムのシャツとかさ、結構だいぶ前に買ったんだけど、これめちゃめちゃ便利だよ。まだまだ使えるよ。コスパ最強のシャツ。ちょっと待って、結局全部取っておく服しかねえな。あー、古いワイシャツとか捨てちゃえばいいか。これももう着ねえな。どうする、これ。せや、着ることある、これ。あー、これとかもうね、もう襟黄ばんじゃってっから、ね、いいんじゃないかな、もう捨てて。そんなん言ったらこれも黄ばみまくって。捨てる服
ておく服、なんかベルトとかネクタイもなんか捨てるに捨てられないんだよな。いやここやばいよね。いややばいよねこれね。なんだよこれ、畳めよせめて。ここは結構でも捨てていいものありそうだな。このスウェットはねまだ着るしょ。このパーカーもまだ着る、まだ着る。これも着るよ。捨てらんねえな。捨てらんねえな。よく1年間着なかった服とかはもう捨てなさいってあるじゃない。いや着てるんだよね実際。いやまだ着てるんだよな。イジットから育ててるボンクラのデニム、結構いい味出てきたと思ってます。ただちょっと最近太ってきてウエストがきつくなってあんまり履いてません。え、ちょっと履いていい？デニムってめちゃくちゃ楽しいっすよね。めちゃくちゃ楽しいよね。もう一本なんかリジットのやつ欲しいな。あ、でも全然いけるわ。あー、最近ちょっと運動してるのが効いてる。ウエスト楽になってるわ。よし、今日これ履こうっと。これはまだ多分使うことになると思う。なんかさ、バンドの T シャツってさ、着てたらすごい、なんかそのコメントで言われるんだけどさ、なんとかなんないかな。気に入ってるんだけどなんかすげえ言われるから着づらい。ほら映画の T シャツとか、映画館行った時にさ、思い出に買ったやつとかなんか捨てられないよね。いやこれもうさ使わんか、使わんか。これ1年取っといて。東京ゲームショウの時もらったやつ。これも東京ゲームショウ。え、これはなんか価値ありそうじゃない？ないか。どうにもならなくなってきた。このぐらいの量感で抑えるのが、まあ、正直理想といえば理想ではあるんだけれども、まあ、でも、なんかこう、理想とは程遠いパンパン具合にはやっぱりなっちゃったけどね。ちょっと、うちマネージャー多くね？いや、すげえいろんなもの捨てて、めっちゃスッキリしました。せよ！これはなんでまだ捨ててないのって言われたら、それは俺にもわからん。セクション！で、あとは、この棚、ここ配信の時にも結構映るから、ここもっと良い感じにしていきましょう。なんかあの編集を学ぶためにめっちゃいろんな本買ってめっちゃ読み漁ってた時が私にもありまして、今もうあんまり見なくなったんでこの辺とかも避けようか。本とか、本のゾーン多いから本は違うところに置こう。いいね、こういうことでしょ、どう考えても。クラウドさんとかね、多分中には入らんから。しかもまあメインどころで見せたいから。はあ、すっげえすっげえ疲れましたけれども、いろいろ変えました。まず最上段なんだけど、こんな感じになっております。クラウドさんがいて、なぜかコントローラーとか置きつつも、人形と光るカエルたち、そしてスチームデックなんかも置いたり、ここにゴッド・オブ・ラグナロクの限定版のプレミアムなんちゃらが置いてあります。立体感平面、立体感平面ってなるような感じにしてますけど、ちょっと寂しいから。で、この辺なんだけど、こっちはなんか光の当たり方もう少し工夫しなきゃいけないかなと思うんだけど、まあこちらも人形っぽいもの、人形っぽいもの、人形っぽいものっていう形で、似たようなものが隣同士にならないようにしてます。ここは謎なゾーン。謎なゾーン。でも雰囲気わかるでしょ？で、プレイステーション。お、マレニアさん。その横に、スーファミのゲームとか。ジャージですね。結局置いてる本だとか、あとここ今年ちょっと1年間は RE4 のレオンさんに見守ってもらおうかと思ってます。スーファミゾーン、まあ、ここちょっとよくわかんないです。せいや、
まあ、でも、配信で見える部分は割とちょっとこうすっきり新しい雰囲気になったかなっていう気がしてる。セクション。さあ、そんなわけでじゃあもう晩ご飯の時間になりましたのでご飯を作ります。せや。普段はまあ山さんがご飯使って口回るんだご飯作ってくれるんですけど、今日は、あつま連休ということでちょっとここはね、私が作ろうと。子供が今風呂入ってますその間に、ご飯を作ります。偉そうなこと言いましたけど、シェフは俺じゃねえと、こっちだと。ちょっと前に買ったね、このビストロさん、これがマジで全部料理やってくれる。嘘だろっていうぐらい全部やってくれる。すごいよね。そんなものすごいビストロを使ってこの男は今から大失敗の料理を作ります。嘘やろっていうぐらいびっくりするほどの大失敗を。水、オリーブオイル、麺洗い物がね少なくていいよね、こういうやり方でよければね。まだ材料は終わりじゃありません。これからやる材料はあらかじめ混ぜておくべきでした順番も間違ってます、はい、と言ってますが、今作っている材料は麺を温め終わってから混ぜるものです。温める前に混ぜないでください。あーダメダメ、混ぜたらダメだってわ。あ、入れちゃった入れちゃった。ごめん、全然いけたわいけたわ、リカバリーの男だわ。はい、そしてアスパラとね、ベーコンですよ、これね。アスパラあれですよ、これ道産のアスパラですからね、これ。うまいんだよ、これうまいに決まってる。続いてベーコン。はい、できましたいやまだできてないんだけど、ボウルに全部入れ込んで、あとは、レンジに、いや違う違う、うちのビストロに入れるだけで。なんかね、アプリからそのカルボナーラって送信するとその通りのメニューのうまさでいい感じでやってくれるらしい。でちょっと送信してみます。送信、あと待つだけ。間違えましたね。せよ盛大に間違ってますね、これね。なんかあ、これ入れておくべきだったって言ってたやつは入れておくべきではやはりなかった麺が茹で上がってから加えるという感じだったらしいんで、まあ、ちょっと今カルボナーラとは別なものが今出来上がってますちょこれどうなんだろう。そら猫も鳴くわ。さあ、あと1分ほどするとですね、まあカルボナーラではない何かが出来上がります。果たして何が出来上がるんでしょうかね私も非常に楽しみですまあ、卵の成分入れてましたから、まあ、卵固まってますよねそうだよね。で冷静に考えればそりゃそうじゃんって思うよね。でもいけん、食えるんじゃない、ね、食えるには食えるでしょ。うわっ、いやこれ混ぜちゃえば一緒じゃない、混ぜれば一緒説。うん、いやまあこれ料理名つけるとしたならば、なんだろうね、カルボナーラかっこはやぶさとかかな。いやこれはひどい晩飯になりそうだ今日。天下のビストロ使ってここまで料理失敗するやついる？いねえよな。これもし万が一これがめちゃくちゃうまくって各高級レストランがこれうちでもやらせてくださいって言ってきても、俺は断固として拒否するから、ダメって。はやぶさは俺のもんだ、誰にもやらせねえ。はい、できたよ、食べるよ、はやぶさを。席ついて。このような感じになっておりますね。まあ、失敗したことによって正直、まあ、盛り付けも投げやりです。いやいや、食べてみましょう。どれ、うん麺が硬い、
明日もう一回カルボナーラにしよう。このままでは著しいビストロサイドへのネガキャンとなってしまうため、私の嫁が作ってくれたカルボナーラをご覧ください。これマジでめちゃくちゃうまいんですよね。めちゃくちゃうまい。俺最低だな。俺なカルボナーラもまともに作れないんだぜ。ね、どうしたらいいんだろうね。あのビストロの力を借りてもよ。大丈夫、安心して。このおやつは俺が作ったやつじゃないから失敗してないよ。美味しいでしょね。美味しいでしょね。あんな失敗したパスタでもちゃんと最後まで全部食べてくれた嫁さんに感謝だよ。本当に本当にもう何なんだ俺ね。何なんだよ俺は。そして連休2日目、2日目にて最終日、公園に行くと桜が咲き乱れていた。おはようございます。連休2日目にして最終日の私です。いやちょ聞いて、今桜満開、桜ブリブリ、近所の公園行ったらブリブリになってるんで、ちょっと桜見に行こうかなと思って。桜ということでですね、もともと予定はなかったんですが、急遽桜を見に行こうということで、北海道の余市町というところにある桜堤公園というところに向かうことになりました。小樽とかは皆さん場所とかなんかぼんやりわかりますかね。小樽よりももう少し西の方に行くと余市町というところがあります。余市のワインなんていうのは、まあ、結構名産になっていると思いますけれどもね、まあ、私もあまり行ったことのある町ではないんですけれども、桜の木がたくさん生えている川沿いのなんか道があるんだそうです。なんかこう特別な公園になっているとかっていうわけではなくて、本当にただの道なんですけれども、まあ、桜がいっぱいあるんなら行ってみようかといったところで、まあ、初めてなんですけれども行くことになりました。まあ、天気はいい。天気いいよね。北海道だからもうこんな感じの景色がずっとです。でね、結構海沿いです。海沿いの町なので、まあ、海の景色撮れるかなと思ったんですけど、ごめんなさい、高速に乗ったら海全然でしたね。トンネルなんか入っちゃったりなんかしてね。まあ、でもトンネル抜けると海がね、バーね、広がってないんですけれども広がってないですか。到着しましたね。こんな感じで桜がずらっと並んでおりまして、なんかね、あのゴールデンウィーク中はお祭りがあるみたいなんですけどね、親指立てちゃっております。私が行った時はまだお祭りが始まる直前ということで人もまばら、まあ、それでもね人結構ね来てたんですよ。あ、なんかちらほらと見に来てる人がいるななんていう感じでね。で、開花具合は満開の手前なのか、満開からちょっと散り始めてるのか、どっちなのかなっていう感じではあります。満開ではないですかね、8分ぐらいの感じなんですけども、でも十分綺麗、十分綺麗です。ただね、風が冷てえと、なんかあったかそうに見えますけどすげえ寒かったんですよね。なのでさっさと帰りました。帰ってきました。あー楽しかった。よいしょ。いやなんかさ、いやカメラの位置高すぎでしょ。よいしょ。あー、そんなわけでね、なんか桜見に行ったんだけど寒かったね。すげえ寒かったわ。いやでも楽しかったです。でね、帰りにね、よいしょ、行って帰ってきて、まあ割となんかね、赤ん坊連れてたからそんなにねがっつりとしたお出かけはなかなかできないんで、パッと行ってパッと帰ってきたんだけど、帰りにねちょっとね、あの子供の靴を買ってきた。子供の靴を、ニューバランス。今ねちょうど今歩きかけなんですよ、うちの子ということで、でまだあるんだけど、自分たちの靴もついでに買ったみたいな。何自分たちの買ってんだよ、ついでに。だよ、これ子供の靴ってなんでこんな可愛いんだろうね。見てこれ、超可愛くない、ちっちゃくてね、ね、これ履いてお散歩の練習とかするんだろうなと思って、またちょっとね暖かくなってきたら楽しみだなといったところです。まあいろいろありましたけど、まあ2日間いろいろあった。
まあなんかパスタ失敗したのが強烈に残ってるけども、まあゴールデンウィーク楽しく過ごしましたというところです。まあ2日間なんで、高級じゃんって言われたら高級だけれど、いやまあまあでもこのタイミングに休みが取れるっていうのはなかなかなかったので楽しかったです。この後はまあ晩ご飯食べてゲームやって寝るだけです。はい、皆さんもですね、まあゴールデンウィークの方はそうでない方いらっしゃるかと思いますけれども、楽しい時間を過ごしてください。ほんじゃあねー。